ここで NHK 放送文化研究所メディア研究部副部長 NHK 解説委員の後藤さんに再度ご登場いただきまして、今のご登壇いただいた皆様のお話を受けてのコメントを頂戴したいと思います。それでは後藤さん、よろしくお願いいたします。皆さん、いかがでしたでしょうか。装飾ということでですね、本当にそれぞれの取り組みだけじゃなくて幅広いところからいろんな見方を教えていただいて、大変あの下に飛ぶ5人の方のお話でした。ありがとうございました。具体的でないテーマだけにまとめるのも大変難しくてですね、私も事前にあのこの内容を伺ってたわけではなくて、今初めてあの見せていただいたんですけれども、あの共通していることをもし強いてあげるとしたら一つありましたかでしょうか。これまでもうかつてのあの町おこしとか地域おこしといった時には、一人のリーダーの方がすごく頑張って踏ん張っていろんな助成金とか補助金とかを持ってきて、なんとかリーダーが頑張るというやり方もありましたけど、今の皆さんのお話を伺うと、やっぱり多様な主体といいますか、一人一人の力を引き出すそのプラットフォーム作り、そこに力を入れておられるというのがよく分かりました。目立つくの西村さんのオープンイノベーション、まさにそうですね。皆さん、成長と発展の違い、なんだと思われますか。発展、イノベーション、東大の瀬野先生が言われてましたけれども、成長というのは杉の木の双葉が大きくなってまた杉の木になるように、こう同じもの既存のモデルが量的に拡大すること。でも西村さんが言われているのは、発展、イノベーションというのはですね、例えばサナギが蝶になったり、オタマジャクシがカエルになったり、そういう本当に新しいモデルチェンジを行っていくことだって。で、本当にあのいろんな多様な主体が一緒になってオープンでイノベーションをやっていくことによって、本当にいろんな新しいことが生み出されているということが分かりました。ワンジャパンの浜松さんもですね、仲間を集めて挑戦する、仲間を集めるということと、あと挑戦する子を増やしていくというお話でした。そして本当にいろんな夢のあるプロジェクトを生み出しておられました。ババラボの桑原さん、年を重ねても地域に役に立つ場作り、88歳でも仕事とお金が入れる、本当に夢がありますよね。あの静岡県がそういえば1万4000人の住民を10年間追跡調査したところですね、長寿 の、 あの、要因には3つあるということでした。よく言われるのは運動と栄養ですね。でそこにもう一つ社会参加が加わった時、何もしていない方に比べて死亡率どのくらい下がったと思われますか。 50%、 52%。社会参加というのはものすごく大事、これはもう高齢者に限らずですね、若い人たちにとっても重要なんだと思います。東川町長の松岡さん、本当にあの私以前から存じ上げてますけど、どんどんやっぱり進化されています。心を映す写真、本当にただの写真じゃないんですね。国道も鉄道もないところで、本当にいろんな町民の方の出番、役割作りをされることで、お一人お一人が誇りを持てる町づくりがされているように思いました。地域おこしの多田さんですね、やはり一人一人の力の積み重ねが大事だと言われました。最後の集合写真の皆さんの輝いた笑顔、本当にやっぱりああいうお年寄りも含めてですね、本当にこうご自分の役に立てること、ありがとうと言ってもらえる仕事をやることで、あんなその皆さんの輝きが、その輝きが集まって、本当にその地域を生き生きと安心して暮らせるところにしているんだと思いました。もう一つ共通しているところ何かというとですね、小さいということだと思います。浜松さんはですね、あえて大きな企業から飛び出されて、ちっちゃいところから、小さなところから始めるということでやっておられます。これまでの時代はですね、大きなことが意味を持ちました。成長の時代、大企業、大きな企業がいろんなものを引っ張っていきました。政府もそうですね、政府が大きなその税金を使ってですね、たくさんのことをやって、それなりに人々の安心が確保してきました。だけど今本当にこの変化の時代、答えのない時代です。答えがないというよりは、新しい答えを自分たちで作り出さなければいけない時代、この時代に大きな単価、大きな体ではですね、なかなか新しいことはできません。間違っていると思ってもその舵を切り替えることも難しい、舵を切ってもそれをなこう本当にこう方向を転換するまでの大きな時間がかかる。だからタイタニック号は沈没してしまうわけですね。この5人の皆さん、とても小さい、だからこそものすごくいろんなパワー、チャンス、
チャレンジができるんだと思います。小さければですね、ものすごくスピードもわーっとモーターごとによりわーっといける上に、ものすごい速さで方向転換ができます。自由自在に大海原を漕ぎ回っていくことができる。しかもいいところはですね、一つの価値観じゃなくていろんな価値観が今は広がる社会です。多様な価値観が広がる社会、モーターボートはですね、いろんな価値観が乗せていきます。だからそれぞれの共通価値で小さなボートを作っていけばいいわけですよね。その価値観に合う人たちが一つのボートに乗って、ものすごくこういろんなところを見ながら、失敗したら方向を変えながら進んでいく、そうやって新しいこの時代、この地域の幸せ社会を作っていくんだと思います。大きなタンカーの方がですね、なんか本当にこう幸せっていうか、なんか安心をこうもたらしてくれそうですけども、だけどもモーターボートが一つ一つは小さいけれども、その数がどんどん増えていったらどうでしょう。本当に高い志を乗せて、みんなが共通価値、同じ共通価値を持って、そこで一緒に頑張るぞっていう本当に魅力あるモーターボートがこの大海原をですね、どん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 走っていって、それが一つ二つ十百千大きな面になっていって、そうした時この新しい日本社会にですね、本当に新しい幸せ、新しい豊かさがもたらされるんではないかと、そんなことを感じながら今日お話を伺いました。ですね、あと思ったことは、はい、あと思ったことは最後にですね、私解説委員をしております。で NHK の解説委員同士がですね、同じスタジオで集まって一つのテーマについて解説バトルする解説スタジアムという超マイナーな番組がございます。娯楽番組として見るにはとてもいいかもしれませんけど、真剣に見ていると見るに耐えないという番組ですけれども、その中で私はいつもですね、いろんな課題のテーマで話をするんですけど、最後にはいや、これからはやっぱり地域だ、地域の住民、地域の人たちが主体となって課題を解決していく、そうじゃないともうやっていけない、時代は変わってるんだみたいなことを言ってもですね、全くダメですね。特に経済部出身の大御所解説員はですね、そんなことを言っても小さな取り組みだろうと、そんなそれぞれの取り組みはとても素晴らしい、だけど小さいでしょと、そんなので日本社会の課題は解決できないよということでですね、いつもそんな感じで終わります。私にはですね、中学生と小学生の子供がおります。小学生の方がですね、ちっちゃい頃ですね、テレビを見て、お母さんいじめられていたねと言ったらしいです。生放送ですから私は聞いてないですけど、おばあちゃんがなんかいじめられていたって言ってたよ、まあ、そのぐらい私はやられ続けてきました。しかし私はこの町店でですね、昨日と今日大変勉強させていただきました。そして確信しました。私は間違っていない、私は間違っていません。やっぱりこの小さな一つ一つは小さいかもしれません、だけど本当に大きな志、本当に優しい心、社会のため、他の人のため、そうやってこう新しい価値観の中でですね、やっていく人たちがどんどん増えていく。今日もですね、この土曜日の大変お休みの日にですね、こうやって皆さん集まってこられてる、こういう皆さんがですね、きっと一歩をまたさらに一歩踏み出されるんだと思います。そうしていけば日本社会はいい方向に変わらないわけはないです。年末ですね、12月26日でしたっけ、深夜にですね、解説員同士のまたスタジアムが、夜中ずっとあります。なぜ夜中ずっとあるかというと、解説員が出るから出演料がかからない、経費のかからない生番組ということでですね、あまり面白くないけど10年以上続けてるっていう番組があるんですけど、そこでまた、暮らしの安心とかっていうテーマで話をします。その時私は自信を持ってですね、この今日勉強させていただいたものをですね、ぶつけていきたいと思います。子供がいじめられたねって言わないようにですね、お母さん頑張ってるねって、まあ、夜中だから見ないと思うんですけども、なんとか頑張っていきたいと思います。ということで本当に私も勉強させていただきました。本当にどうもありがとうございました。